最後の勝負、アクロロギア。最後？何も始まっておらんのに最後。そんなものか、ドラゴンども。魔法が効かねえだ。だからなんだっつんだよ。だったら効くまで押し込むのみだな。いいこと言うじゃねえか、ギヒ。私も一緒に。面白え、やってやろうぜ。聞こえるぞ、お前らの気合が。行くぞ。無駄なあがきだな、ドラゴンどもが。ここまでのようだな、ドラゴンども。この世にドラゴンは一頭も残しておくわけにはいかぬ。それこそが滅竜、我の存在する意味。お前だってドラゴンじゃねえか。なかなか面白いジョークだ。我が存在したらドラゴンが一頭残っちまうだろう。それにな、俺たちは人間だ。ドラゴンから力をもらった、それだけの人間だ。うぬぼれんな、バーガー。本当のドラゴンはな、強くて気高くて優しいんだ。優しいドラゴンが。我から全てを奪ったドラゴンが優しいだと。我が家族を食い、町を焼き、小さな少女さえも殺した。そのドラゴンのどこに優しさなどあるものか。くだらん。言っただろう。本当のドラゴンはって。ドラゴンにだっていろいろいるさ。俺たち人間と同じようにな。好き
きなやつ、嫌いなやつ、強えやつ、弱えやつ、悪いやつに優しいやつ、そしてお前を倒すやつだ。我の攻撃がなぜ？
我は全てを手に。全部は手に入らねえ。だから手に入れたものを大切にするんだ。欲張るな。俺は仲間がいれば他に何もいらねえよ。そうか、梅こそが王にふさわしい。王になんかなりたくねえよ。